2017年10月31日、快晴の朝です。ダルマ朝日が期待できます。おでだ。ダルマ太陽とは、昇ってくる朝日が、沈んでいく夕日が水平線に差し掛かった時、もう一つの太陽が現れ、まるでダルマの頭が胴体にくっついたように見える不思議な現象が起こります。これは海水と大気の気温差により、光が屈折して起きる自然の芸術です。これが瀬戸内海沿岸でも起きます。こうして約3分間の天体ショーは終わりました。